上光寺は徳島県天郡海洋町吉田にある総統州の寺院。1295年に総統州の大祖、京山上金により解散される。総統州で9番目に古い寺院であり、四国では最古の前寺である。上光寺が付近の文化に与えた影響は大きく、付近には四国に数少ない総統州の寺院が散在し、 また、白万寺の裏手の山は、禅僧山と呼ばれ、経山上近の弟子たちが入って、座禅修行に励んだという伝説が受け継がれている。禅僧山に生育する巨大な杉は、禅僧杉と呼ばれ、座禅をする禅僧になぞらえられて珍重されている。1295年、海府軍事が回帰となり、経山上近を招いて、巨城の吉田城下に白万寺を開いた。経山上近は、 当時28歳であり、金沢の大乗寺に従して、市の通る通り、吉助のもとで修行していたが、この時に創生されて、上三寺解散となった。経山上勤は後に、総当集大祖となる。上三寺に入寺した際、経山上勤により、随行した目家鉄教ら5名が会を授けられた。鎌倉時代から室町時代にかけての白万寺の歴史はつまびらかでは、 内が、1575年に、長祖壁元地下の侵攻による戦火にあって消失し、その後大正年間まで復興されなかった。大正時代に、戸田五優が復興を計画し、それを受けて、渡辺玄奏と渡辺来あたるの指定によって事号が復活、大月哲也によって、伽藍が整備され、今日に至っている。ありがとうございます。